はい、こんばんは。本日は、リクエストをいただきました、シュータースタイルのカクテルで、ブレインヘモレージ、ヘモヘイジ、まあなんか2種類あったんですけど、なんか英語で、Google に読ませるとヘモレージっていうんで、どっちが正解なのかよくわからないですけど、レシピの方にはヘモヘイジって書いてあったんですけど、はい、今日はそちらの方をちょっと作っていきたいと思います。はい、まあちょっと細かい説明後半にちょろっとしていきますんで、はい、まず材料の方なんですけど、ピーチリキュールで、それから、ベリーズで、グレナデンシロップという形になっております。で、分量の方は、こちらです。で、基本的に分量に関してはちょっとまあざっくりでいいのかなっていうところはあるんで、今回そんな感じで作っていきます。ちょっとグラスが大きいんで、ちょっとまあ最初にお断りしとかないといけないんですけど、ちょっとまあ比重の関係なんですけど、ちょっとその比重に関してもちょっと後で説明しながらいこうかなと思うんですけど、ちょっと比重の関係で若干その本来ある形と異なってるっていうところがあるんで、はい、ちょっとまず、ピーチリキュール注いでいきます。で、この状態でこちらに本来は、このベリーズを上にフロートさせる予定なんですけど、ちょっと比重の関係上、このピーチリキュールがですね、おそらくアルコール度数 24% あって、さらにあまり甘くないんだと思うんですよ。で、その糖分の関係上、ベリーズの方が実はちょっと比重が重くてですね、沈んでしまうっていう、まあ、沈んでも絵的にはそういう風になりますんで、でちょっと今回本来、バースプーンの背だったりとか、まあ何でもいいんですけど、伝わせて、浮かせていくんですけど、今回はちょっとこちらがせっかくあるんで使っていきたいと思います。本来これ、比重がピーチの方が軽いと上にこうクッと上がってくるんですけどね、あ、ピーチの方が重いと、ベリーズが上にこう振ろうとするん で、その上からこうグレナデンシロップを振りかけて落としていく感じなんですけど、今回の場合はちょっと違いまして、こちらです。これでいいでしょう。はい、という感じのになります。はい、まあこの、ブレインノーですね、ノーで、おそらく直訳すると Google の翻訳で直訳させると脳出血という形なんですけど、まあでもよくレシピとかで書かれてる方は脳内出血って書かれてるんですけど、まあどっちも同じ意味ですよねあまり感じのいいカクテルではないんですけど、こういう感じの雰囲気になります。で、まあちょっと比重のお話なんですけど、比重っていうのが要は、分かりやすく言うと、よく、コーヒー、アイスコーヒーでも何でもいいんですけど、買って、ブラックのアイスコーヒー買って、そこにガムシロップですね、ガムシロップを流し込んだ時によく混ぜないと下にシロップが溜まったりするって、で、シロップの方が比重が重いんでこう溜まっちゃうんですよね、混ぜないと。まあそれがまあこの状態なんですけど、でアルコール含んでるとアルコール度数が高い方が比重が軽くなるみたい で、さらにその糖分だったりとかエキスって書かれてるんですけど、エキス分が多いものがより、比重が重いと。でおそらくこのピーチリキュールがあまり、エキス分が少なくで甘さが低いんだと思うんですよ。でのくせアルコール度数は他のに比べてこれ 24% あるんですけど、だいたいピーチリキュールって低いもので10%前半
から、18%、20%ぐらいまでなんですけど、でベリーズがこちら 17% ですね。甘さもあるんで、どうしてもちょっとこっちの方が比重が重くなっちゃって、こんな形になってですね。ちょっと若干その作り方が違うんですけど、はい、これまあいろんななんかレシピがあって、ここにあのブルキュラス入れるレシピもあったりするんで、まあ自由なのかなと。まあそれっぽく見えたら脳みそっぽく見えて、その中にこう、はい、入ってればいいのかなって。シュータースタイル、まあシュータースタイルって要は流し込むという意味のシューター、喉にシュートする、喉というか、まあ、口の中にシュートするという意味でシューターしたり、まあ、以前にも一回作ってるんですけど、 B52 っていうですね、カクテルを、はい、そんな感じになります。で、まあ、本来はこれ本当肘を利用して上に浮かせて、上から上段にシロップをバッと振りかけるとドボッと落ちて、こうドローンとこう、ね、グロテスクな感じになるんですけど、まあ似たような感じだと思いますんで、はい、今回はちょっとこんな感じでリクエストいたい、ご満足いただけましたでしょうか。はい、そんな感じで、まあ、あのリクエストありましたらお気軽によろしくお願いします。というわけで本日は、ブレインヘモレージ、もしくはブレインヘモヘイジのというカクテルになりました。はい、ありがとうございました。そういえば忘れてました、ノリという勢いでこれオリジナルの T シャツ作ったんです。どうでもいい話なんですけど、ちなみに Google カラーです。はい、どうでもいいんですけど、さあこれいただいて終わりましょう。流し込むには量が多かった。はい、以上です。ありがとうございました。